皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は質問をいただきました。初心者にもできる2ビートのコツをお願いします。基礎練しろっていうのはなしでっていうことなんですが、まあ、基礎練はねしないといけないんですが、初心者でもできる2ビートということで、2ビートって一体どういう状態なのかというお話をさせてもらうと、例えば8ビート叩いてるとき、この8ビートを叩いてるときのこのスネアが入る場所っていうのが、1、2、3、4のところの2と4のところになるんですよね。こうこの2と4で入ってるスネアが、例えば3のところに入って2小節で1、2、3、4、1、2、3、4という状態で、これがハーフタイムっていうタイミングなんですよね。でさらに1、2、3、4の間のところ、まあ、裏のところですかね、 1N、2N、3N、4N の円のところにスネアが入っている状態っていうのがダブルタイムっていう状態ですかね。このダブルタイムで叩くビートを、まあ、ダブルビートとか2ビートとか言ってね言われたりとかするのですが、言ってしまえばこの裏のところにね、円と円のところにスネアが入れば、まあ、早い印象になるので、まあ、2ビートができるようになるということになってきます。で、2ビートって、一口に言っても、まあ、いろんな表現があって、例えばこう右手を埋めてる状態でツッパンツクパンツッパンツクパンっていう状態もあれば、なんかツパンパツパンパみたいな感じでちょっとね右手を抜いた状態、なんかこうし、ドッパンドコパンの裏を両手で叩いてる2ビートっていう状態もあれば、右手を交互に叩くなんかブラストビートみたいな感じで、みたいなこう2ビートあったりとかするんで、まあたくさんね種類があるんですよね。で、初心者の方でもやりやすい2ビートとしては、まあ、右手と左手を交互に動かして、なんかこう、いう状態ですかね。まあ、言ったらこの8分音符でパッパッパッパ、まあ、犬猫犬猫、まあ、これをそのまま右手に置き換えて、2ビート、まあ、2ビートというかブラストビートというか、なんて言うんでしょうねこれをね。で、まあ、もう一個が足と手を交互に動かした状態ですかね。こうドッパッドッパッっていう状態、まあ、この2つが、まあ、初心者の方でもやりやすい2ビートになってるのかなとは思います。ただこの2つってなんか表現が全然変わってくるじゃないですか。ズッパ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 っていう状態って、手がどっちも後ろに行ったら、こう場合によっては疾走感がなくなったりとかするし、まあ、入れ方によってはかっこ悪くなったりとかもするので、まあ、できればねこう曲の表現に沿った2ビートを叩いていけるのが、まあ一番理想的といえば理想的なんですが、まあ、結構ね2ビートで悩む人っていうのはこう右手の速さがついていかないっていうことが多かったりすると思うんで、2ビートって結構速いリズムパターンなんで、まあ、このバスドラムとスネアドラムの、まあ、この組み合わせっていうのが非常に重要になってくるかなと思うんで、まあ、基礎練習しろっていうのはなしでということだったんですが、まあ、バスドラとスネアを、まあ、とにかく交互に合わせる方法で、慣れたら、まあ、バスドラムをダブルを加えるという、きついっていう場合はまたダブルのねこう動画を出そうかなと思うんで、まあ、ツーバスを使ってもいいですよね。ツインペダルを使ってっていうのもありだと思うんで、まあ、ただこれワンバスでやるのとツーバスでやるのとではまたこれもね表現が変わったりとかもするので、まあ、これもねもうできるだけもう曲のイメージに沿った、まあ、ツービートを、まあ、できるだけこう表現していくというかイメージしていくことが大事になってくるのかなと思います。はい、まあ、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。